ドイツ訪問中の中国習近平国家主席は28日、ベルリン市内で講演し、日中戦争では日本の軍国主義によって3500万人の中国人の死傷者が出たと述べ、この悲劇は今も記憶に生々しく残っていると主張した。また、南京事件についても30万人以上の兵士や民間人を殺害する凶悪な罪を犯したと日本を批判しました。もうこの中国人の数字の使い方ね、これめちゃくちゃなんだよ。何でも30万の次は300万、3000万ってね。もうね、叩き、バナナの叩き売りね。もうめちゃくちゃです。ですよこね。んな南京なんていうのはもうごく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 あれですよ、平穏に入城してますからね。南京市民は大歓迎してるしね。まあこういうね、でたらめをね、国家の首席たるものが言うってことが大問題。ね、普通そういう、ブラックジャーナリズムが言うならね、それは見逃すけども、こういう責任ある人間がね、こういう歴史のデマを増幅するっていうのはね、考えられないな、普通ね。やっぱりリーダーっていうのは正確なね、歴史をちゃんと踏まえて物事を言うというね、そういうことをぜひ心がけてほしいねと言ったって聞きゃしないだろうがね。いや、確信犯ですからね。で、これみっともないですね。韓国の朴大統領の告げ口外交がいかにみっともないものかというのを世界のいや、人がそれと気ね、づいてるのいに、や、もう大一のつね、男が。根本的に言いたいんだよ。30万人虐殺されたって言うでしょ。じゃあ、当時の国民党ですけどもね、まあ、86がもう山奥に逃げてるわけだけども、どうしてちゃんと抵抗しなかったんだと思いますね。というね、これはね、あらゆるところで支那人の男たちがみんな腰抜けだっていうことをね、告白してると同じなんだよ。そういう、どうしてね、この誇りってものを持てないのかね。支那人みんな腰抜けだよと言ってるのと同じだもんだって。30万人殺された、その間どうしてたんだって、逃げてたんです。逃げて逃げて逃げまくってたんだろそれで国民党と日本軍はね で毛沢東が「ありがとう日そう本」ってそう後そで言ったって有名な話ありますうそうよですね。ね。でね、驚きますよ、この下の発言ね。日本の軍国主義によって3500万人の中国人の死傷者が出た。南京で旧日本軍は30万人以上殺害した。日本の戦時中の蛮行は記憶に生々しく残っているということですね。それからドイツ人ジョン・ラーベが南京大虐殺の軍裁を日記に書き、重要な証拠を残した。どうぞ。これね、いや確かにね、そういう偽文書はあるんだよ。じゃあなんで偽文書をね、支那人たちが作ったかっていうと、アメリカの支援なんだよ。アメリカの支援をより多く得るために、こんなに私どもは殺されてます、やられてますという情報でしょ、メッセージでしょ。ですからもう、当時の支那の情報っていうのは全てそのバックに政治があるわけだ。つまり事実をちゃんと報道するとか記録するっていう精神じゃないんだよな。アメリカの支援をいかに引き出すかっていうのが、こういう数字の裏側にあることなんですよね。ドイツこもれ忘れ入りちゃい込んけでませまんしたね。しね。それからですね、まだ続きますよ。中華民族もドイツ民族も偉大な民族だ。人類の文明の進歩に大きく貢献している。すごいですね、この言ってのける。進歩に大きく貢献しているのでしょうか。疑問でございますけれども。そして中国は覇権を唱えないが、列強に植民地化される悲劇は絶対に繰り返さない。チベットやウイ自グル、分たちが派遣以上のこ覇権とやっでてる。大虐殺してるじゃないですかね。こうよくもですね、よくこんなこと言えるなということを次ちょっと紹介しますよ。中国人は自分にされたくないことを他人にしてはならないとの信念を持っているなどと語り、中国が周辺地域の平和と安定を望んでいると主張した。もうコメントのしいようやいも。や、もう本当に支那人の典型だね。
このレトリックはね。ですね。黒を白と。自分がされたくないことを人にしなさいっていう。そう、本当にね、まるでそういう話だよね。はい、いや、呆れます。呆れますけれども、うん、まあ、一応日本政府もね、これにこんなこと言われたら、まあね、ちゃんと抗議はしなければなりませんので、うん、抗議はしているんですが、うんうん、ちょっと問題があります。うん、はい、菅官房長官はこの、習近平の発言に対して、うんうん、この第三国に行って日本の歴史を取り出してこのような発言することは極めて遺憾だとすぐ抗議したと述べたということなんです。しかしですね、抗議は外務省が29日在日中国大使館の参事官を呼んで行ったというんですけれども、こういう問題です。はい、菅氏は記者団に日本政府も南京での旧日本軍による殺傷や略奪を否定してはいない、しかし人数については様々な意見があると指摘した。この最初の3行余計ですね。余計ですね、はい、それは。なんでこういうこと。それはちゃんと証拠を出してね、どれだけの殺傷事件を起こしたんだって言うなら、はい、それは検証に値するけど、こういう言葉だけだとね、そう、まるで敵に塩を送ってね、うん、送るだけです。この談話と一緒じゃないですか、うん、そういうことです。こういう発言、うん、でこういうの利用されるんですよ。そうですね、はい、気をつけなきゃいけないよ。本当菅さん気をつけていただきたい、うん、こういうところで絶対中国に譲歩しちゃダメなんですよ。南京入場ね、日本軍が南京にまあ入場した頃の写真、うん、たくさん残ってるんですよ、はい、子供たちが笑顔で日本兵にね、そう、こう群がるっていうか近寄ってくるね、ありますよね。あの子供たちっていうのはそういうことがね、大状況がね、殺傷されてるっつったらみんな怯えて近寄りませんよね。えだってあの後人数5万人ぐらい増えてるんですよね。人口増えてますから20万から25万ぐらい、ね、そんな殺戮があったとこ好んでね、うん、5万人も引っ越す人いないじゃないですかね。治安が良くなってね、商業活動が非常に秩序正しくできるから、商人たちは日本軍の占領地域にバーッと集まるんですよね、はい、そういう真実をちゃんと語り継がないといけませんね。本当ですね、うん、はい。